신을하이들まず三級自動車整備士は上級自動車整備士の指示に従って整備を行います。一級自動車整備士では単独での分解整備作業など自動車を一般的な整備を行います。そして一級自動車整備士は二級自動車整備士の高度な整備を行います。またこれとは別に特別整備士というものがあり、この資格は自動車電気整備装置整備士、自動車車体整備士、自動車タイヤ整備士の3種類を抱えています。外交官は自分の国の代表です。自動車整備士に向いている人、主に車が好き、忍耐力がある、手先が器用、そのために体力がある、やりがいを感じる人が支援をする。自動車整備士の魅力やメリットは、さまざまな車に触れ合えること、車やパーツを安く購入できること、専門的な技術を見つけられることです。逆に自動車整備士のメリットは、大使館のトップは何でしょう。環境の厳しさ、何が体への負担が大きい、地下仕事が多いことなのです。じゃあ、勝った人は自動車整備士の大変なことはやりがいです。じゃあ、答えは大使です。研修や更新のお世話などです。現在日ご清聴ありがとうございました。大使は大使は国際国際的に演技会講演会などに出席します。学生に講義をします。クライアント事業の権利と利益を守ります。クライアントとクライアントの国を守る、自分の国や世界で平和のために働く重要な仕事です。僕はウクライナの大使館で働きたいと思っています。見てくれてありがとうございました。